トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。5月21日金曜日の朝です。今日の空の様子です。東の空から南の空、西の空の方へカメラを回してます。今日の天候は小雨降る朝になってます。もう昨日も天気が一日ぐずぐずしてたんですけども、今日も朝からぐずぐず小雨が降ってます。今日はこの小雨の影響で鳩の社外はやめることにしました。今は4月生まれの若葉との準地期間に入ってます。無理して社外しなくても厩舎の中にならすことが重要だと思います。鳩さん、おはようございます。おはようございます。今日の1はいませんね。今年は3月4月生まれで脚管を50個装着しました。今ここにいる7羽、展望台に今日で3日目になります。これで今度は下の展望台の方に移して厩舎の中にいる段取りになります。展望台の方が来ましたら、ここにいる若葉と8羽ですね、これを今度このうちの5羽ぐらいかな、展望台に入れたいなと思ってます。この後孵化してる鳥がもう随分いますので、もう少しで今年の作出が終わります。今は4月生まれの鳥の順地を最重要課題として考えてますので、天候のあまり良くない時は社外をやめて厩舎の中に慣らすということを重点に鳩の飼育を行ってます。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきよろしくお願いします。失礼します。